はい、いつもありがとうございます。はい、ステータスのパーソナルブレイクといえばコチュンさん。はい、といってもね、結構ね人気ありますね。もうセレクト、あのセレクトチャイナ、セレクトアジア1400超えてきましたよ。やばいっすね。もうね、まあ1000ドルぐらいはねすぐ行くなとは思ってたんですけど、もう果てしなく上がり続けてますよね。よいしょ。お、なんか注文がレンチャン。ありがとうございます。はい、じゃあねパック全部開けてからですね。アッパーエシュランはあれですよね、なんかすごい注文来てるな。ホームページ更新してないけどな。はい、あのね、ヨギゾー見ました、星師匠。あとそれでコンプリですもんね。はい、で通常のハーデンがなかったね、でこの間出たっていうことでね。はい、ブレイクフリー、赤サイブ、レッドのニュービギン、グレンライス、レイカーズですね。はい、ウィルバート、キャメロン、ルーキー、ロジャー、ブリッジス、赤かデローザ、キャメロン、アッパーシロのシリアル化ね、パラレル来ないかな。全カードの中から抽選ですもんね。なるほどなっていう商品ですよこれは。ハーレル赤だ、トリスタン、まあレギュラーカードがね200あるんで、まあ赤もねそれが一番出やすいです。まあ200があってインサートあって、その中で10種類限定ですからね、アッパーエシロンは。お、シリアルかな。モザモザは49でしたっけ、ルーキーだといいんですけどね。グラントウィリアムス、アダムス、ザックラビ、まだか、スマートで、この下がモザモザのんトロフィーか、あ、トロフィーだ。あ、ゲイル・ペイトン。ちょっと馴染みないかな、年代的に。はい。トロフィークラブのゲイル・ペイトン。49枚限定の20枚。ファイアワークスじゃなかった。はい。と、トレイヤー。はい。いや、ゲイル・ペイトンいい選手ですよ。ほんともうなんか、ね。まあ、こう言っちゃなんですけど、すごい人懐っこいワンちゃんみたいな感じね。店長すごい大好きです。ペイト。近づくとうーっていう。近づくとそう、あのね、うーって言うんだけど、めっちゃ尻尾振ってるねみたいな。そんな感じ。すごいいい選手でしたよ。赤ヤング。テイタ、はい、あと5パックですね。こうだ、マレ、サイモン、ジョーダンプール、ジョーダンプール、やっぱりこれ1枚1枚200分の1で入ってってるんだ。じゃあすごいね、レギュラーカード200分の1だ。あー、トップスさん形式だ。なるほどね。はい。全然バリエーションとかじゃないですもん。200分の1でルーキーとかこう、行くわけですよ。レギュラーの山の中から。ランダムで。なるほど。ジャイオン、ジャイオン、ジャイオン、ジャイオンもあり得るってことですよ。
あのトップスさんでいうとハイテックですよ。ハイテックね。ハイテックちょっといっぱいレギュラー入ってた時に、同じ選手6枚ぐらいパラレルから何から同じ選手が6枚5、6枚出るっていう、そういうのがありましたから。あ、島来た。あれ島だよねこれね。ホワイトダイヤモンドのアッパーエシロン、せーの、ヤニス。あれ引いたって言ってたっけ2枚目。あれコチュンさん自分で箱開けた時、これのヒゲ、あれヤニスもなんかパラレル引かなかったかな、なんかそう、あれ違うか、気のせいかな。はい、ということでアッパーエシロンがこれでもう1枚出るはずですね。はい、いやすごいね、引きますね。だって200ベースのインサート全部あって、これ10種類しかないとこですから。お、八村、まだね、ロペス、ウィギンス、ね、ホワイトダイヤモンド、レブロン、これの49のが良かったね。まあペイトンはね、いい選手です。はい、いい選手でしたんですけどね、引退してます。クリッポ、コディマーチ、お、モラント来ました。はい、赤、ゲリペイトンはい、サマリッチ、ゲリーペイトンのリフラクターとかってね、50セントかける6倍ぐらいです当時はね。はい、ヒーロー1ドルぐらいはついてたか、ベースカード。クズマん、ホワイトダイヤモンド、ジョナサン・アイザック、あ、来た、せーの、あ、ヤニスヤニス、ヤニスだ、これすごいな、ある意味ねえ、10分の1をかいくぐってこの2枚が来たっすよ。ちょっと待って、こっちに置いた。まあいいや、とりあえずこれを。はい、いやー、ヤニス、ヤニスいいですね。まあいいんですけどね、普通に考えたらこれとヨギゾー交換とかねえ。で、アッパーエシロンのコチューさん、これステータスすごい相性いいんじゃないですかね。え、なんかお話、ご自身で開けられてる分も話聞くとね、結構な感じでいい感じですもんね。はい、最後のパックです。 ADだ、これであとシリアルもアッパーエシロンの可能性もあるんですよ、要はね。なので本当重なると重なるっていう商品なんです。ポルジン、赤、アダムス、でもレギュラーカードが200種類ね。でインサートも各20種類30種類ぐらいずつあって、このアッパーエシロンが10枚、10人口というところで、ヤニス引いて、ヤニスすごいですね。はい、いいですね。はい、ってことでね、またチャレンジしてください。なんか PB のがいいなって言われてましたけど、なんか実際そうですね、こうやって来ちゃうと。はい、ということでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。